展示されているのは来年春に映画が公開される予定の TOKYOMER 走る緊急救命室に登場する最新の医療機器とオペ室を搭載した近未来的特殊車両、通称 ER カーです。これは劇中で東京 MER の最強のライバルとなる横浜 MER の専用の ER カーで実際に映画で使用されます。会場では番組の公式グッズの販売や TUF の PR ブースが設けられ、県産の食材をふんだんに使ったスイーツを販売するキッチンカーなども並びました。ものすごい大きいんで、ちょっとびっくりしました。満足しました。これからまた写真もいっぱい撮ろうと思ってるんで。このイベントは今日と明日の2日間行われます。